それではインタビューを始めます。ついにチャンネル登録者100人を突破されました。今のお気持ちを聞かせてください。安倍晋之助みたいに言うと最高ですって感じです。これまでどんな苦労がありましたか？はい、登録者が伸びたら嬉しいですが、中にはサインボール自慢すんなとかヤフオクで買ったやろとかのコメントは結構来ましたね。他にはどんなコメントがありましたか？そうですね、いつもコメントをくれる JK さんや後輩の YK さんにはあと何人ですねとか温かさを感じました。登録の勧誘もしてくれてマジ感謝です。今後についてはどうでしょうか？そうですね、次はチャンネル登録者150人が次の目標ですね。最後に一言よろしいでしょうか？はい、これからも動画をバンバン上げていくのでご協力お願いします。サインボールは自慢もしてませんし、ヤフオクでも買っていません。今後もご協力お願いします。